皆さんこんにちは、あじまです。今回の動画はですね、カメラをしていると避けては通れないレンズ沼についてお話ししていこうかなと思います。レンズ沼の入り方と、避け方ですね、このメリットデメリットについてお話ししていこうと思います。今回もじまチューブスタートです。じまチューブ、はい、改めましてじまです。今回もですね、動画ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではですね、撮影技術、ビジネス、ライフシフトについて主に配信しておりますので、初めての方はね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回の動画見ていただいて得るメリットです。レンズ沼ってどんなもの、レンズ沼への入り方、教えていらんのかもしれないですけど、入り方を教えておきますね。で、レンズ沼の避け方、強い意志が必要ですよって言ったところと、レンズ沼、実は悪くないんですよって言ったところで、投資として費用を回収できれば OK ですよって言ったところと、投資として自分の最高の写真って言ったものが撮れるんであれば OK ですよと。で、撮影技術の向上にはですね、必要な時もレンズ沼ってありますよと。で、実はレンズ以外にも沼はあると。なので、フィルターの沼であったりとか、カメラのボディの沼であったりとか、三脚の沼であったりとか、そういったところもあるので、実はレンズ以外にも沼ってあるので注意してくださいという話をしていこうかなと思います。早速ですね、1枚目のスライドです。レンズ沼って何って言ったところですよね、まず。症状としてはですね、複数のレンズを大量に揃えてしまうことであったり、微妙な差ではあるんですけども、例えば F 値ですね、2.8 なのか2スタートなのかとか、1.8 スタートなのか 1.4 スタートなのかという F 値のアプローチだったり、焦点距離が24120なのか、24120言うたから85とか、そういった形でちょっとした差でカバー領域、重複している点があるのに用途の似たレンズを揃えてしまうであったり、次のレンズですね、新作がどんどん出るたびに欲しくなる新作のレンズももちろんそうですし、オールドレンズを見つけては購入してしまうみたいな形で、どんどんレンズの数が増えていくようなものやと思ってください。とにかくレンズがなんか知らない間に増えたなーっていう現象が起きていれば、もしかしたらレンズ沼にハマってるかもしれないです。で、具体的に何本目からレンズ沼なのっていう定義はないです。で、またこの正式な表現でもないんですよね、レンズ沼って。なので、レンズを多く購入してる方のちょっと通称みたいなもんやと思ってください。ただ、多くの方が足を踏み入れるので、このレンズ沼、一般的にはレンズ沼にハマっちゃったみたいな形で、ちょっとしたイメージとしては悪いものがあったりもするんですけども、私個人的にはレンズ沼って悪くないと思っています。で、ポイントとしては、家計を圧迫しないことと、投資額を回収できない。あとは、増えすぎてレンズが使う機会が少なくても単純な飾り物になっている。こういった時は、ちょっとよろしくない沼のハマり方かなと思います。なので、大事なお金の使い方っていうものを見直していきましょうと。ただですね、もう大富豪であれば問題ないかなと思います。逆に大富豪の方であれば、もうバシバシ購入してもらって、日本経済をね、活性化してもらって、今カメラ業界どんどんね、ちょっとしんどい状況に続いているので、もうバシバシ新しいカメラ、新しいレンズ購入してもらって、経済をね、ちょっと活性化してもらえたらなと。で、それに必要な投資であれば、レンズ沼だろうが、正しいハマり方だと、もう胸を張って、レンズに囲まれた生活をしてもらうのも一つの正解やと思います。ただ単純にレンズの本数が増えているだけであって、その増えたことをちゃんと活かせてるか、眠らせてるかの違いで、成功なのか、はたまた失敗なのか、失敗言うても、それを、夜な夜な眺めて、美味しくお酒飲めるんであれば、それも一つの成功やと思うんですけども、ちょっとね、カメラを活用するっていう視点、使い倒すっていう視点からすると、ちょっとよろしくない使い方っていう風に聞き取ってもらえたらなと思います。レンズ沼は悪くないパート2のスライドいきますね。今この話、実は皆さんにお話ししながら自分自身にも言い聞かせているところあります。使用頻度が高いレンズであれば、これちょっと私自分で言ってるんですけどね、自分分割っていう言葉にしています。なので、例えば5万円のレンズを5回使ったら1回の撮影、1万円ぐらいやとか、そういった形で、そうですね、100回使えば1回もっと安くなるよねみたいな形で自分でちょっと分割をする。なので、このレンズは使い倒すぞっていう自信があるものは、もう遠慮なく躊躇なく購入する傾向があります。で、用途にダブりなく揃えているんであれば OK だなっていうふうにも思ってます。例えば 20mmF1.8 と 35mmF1.8、 近しいけども実は撮れる絵が全然違ったり、 35mm50mm85mm、 それぞれ焦点距離が違うことによって撮れる絵が違うので、もうこれは仕方がない
買う揃える必要があるかなと。もしくは例えば24から70の F2.8 のズームレンズ、これを1本揃えるみたいな形があるんですけども、やっぱり私は個人的に F2.8 より低い F 値が欲しかったので F1.8 シリーズの単焦点を買い揃えたというところになります。なので用途にダブりなく揃えているんであれば OK かなと。増えたレンズ、揃えたレンズでいい写真が撮れるんであれば私はレンズ購入していいかなと思います。このレンズ以外の解決策を試した後であればもう問題ないかなと思います。なので何か新しいものを撮りたいなって思った時に、あ、このレンズを購入したらこの写真が撮れるということで安直に購入するも一つの正解ではあるんですけども、ちょっとその前にカメラワーク、自分がアングルを変えるであったり、ポジションを変えるであったり、あとはライティングの方法を変えるであったり、色表現であったり、シャープネス、コントラストとかその辺の表現を変えることによって自分が撮りたい写真が実は撮れるんじゃないんですかっていうのを試した後で撮れないんであればもうレンズ買っちゃっていいかなっていうふうに考えてます。あとはちょっとした考え方なんですけど、このレンズもし使わんくなっても下取りに出してお金にある程度なるんであればいいかなと、半額ぐらいになるんであればいいかなって自分で言い聞かせてます。なので純正は比較的価格が下がりにくい傾向があるので、私は個人的に純正はおすすめするレンズになりますね。サードパーティー製もめちゃくちゃいいんですけど、サードパーティー製はねどうしても価格がガンって下がる時が多いので、ちょっとその辺はね警戒してもらえたらなと。はい、今自分に言い聞かせてます。大事なことなんであえて2回言いましたってやつですね。逆にレンズの手に入れることを、手配をちょっとでもケチってしまって一生に一度の写真を撮り逃す方が致命的だなっていうふうには思います。なので撮影チャンスとその撮影をする時間っていうのは取り返しがつかないんですよね。レンズはお金でカバーできるけど、撮影チャンスと時間っていうのはそう簡単に取り返しはつかない。その撮影コンディションであったり、その撮影の環境であったり、その撮影の心情ですね、私たち撮る側と撮られる側の環境、心情、思いっていうものが、表情がちょっとでも違ったりすると全く別の作品になるので、その撮影チャンスを取り逃すっていうのが、もしレンズの手配をケチってるんであれば、できればそこはもう思い切って投資してもらえたらなというふうには思いますね。次はレンズ沼への入り方です。正直教えてくれんなという声が聞こえてきそうなんですけども、お伝えしておきます。このレンズ沼への入り方を知っておくことで、逆に入らない方法っていうのも逆算的にちょっと把握できると思いますのでお伝えしておきます。レンズ沼はレンズが増えることで始まりますよね。なのでレンズが欲しくなる理由ってなんやろかっていうふうに考えてもらったときに、私はですね、ここの項目が出てくるかなと思います。撮りたい写真が変わる、今までこう撮ってたもんが、いや、こういうふうに撮ってみたいなとか、あの写真みたいに撮ってみたいなみたいなね。で、撮りたい写真が見つかる、いろんなところを見てたら広告であったり雑誌であったり CM みたいな形で、いろんな映像、写真っていったものが私たちの生活の中でいろんなところから散らばってて、それを見た時に、あ、この表現いいな、こういう風に撮ってみたいなみたいな形で、上とちょっと似てるんですけどね、撮りたい写真が自分の中で出てくる、こういった時にレンズがちょっと欲しいかなと。で、撮りたい写真が機材を理由に撮りにくいっていうことを自分で知ると、例えば広角でめっちゃ撮りたいのに、なんぼ頑張ってもちょっと難しい、例えばズームレンズの望遠液のやつを使っているという時に、あ、じゃあちょっとこの200から500の望遠で 20mm の広角のような撮影ってどう頑張っても厳しいし、自分がもう何メートル何キロ離れたらこの画角になんねんみたいな感覚に陥る時は、もう機材を理由で撮りにくいのでレンズ欲しくなるなっていう風になりますね。シンプルに所有欲をかき立てられる。この前ね、別の動画でお話しした、例えば Z マウントの新しい第三元の超広角ズームであったり、 50mm の開放 F 値がめっちゃ低いレンズ、ああいったものはやっぱり使うかどうかもとても大事なんですけども、そもそもあれを持つことによっての自分のモチベーションアップっていったところで、このレンズ欲しいなっていう所有欲をかき立てられるポイントもあるかなと。で、いい写真を撮ってる人の機材に憧れるっていうのもあるかなと思います。例えば自分が撮っているジャンルでものすごくいい写真をよく撮られている方、そういった時にめっちゃいい写真やなと思いつつ、どっかしらどのカメラ使って、どんなライティングして、どんなレンズ使って、どういう撮影の注意点とか撮影の流れをしてるのかなっていうのは、ちょっとずつ
気になってくるんですよね。そういった時に、あ、このレンズやったらこの画角が撮れるんやっていうのを知るっていったところで、ちょっとその機材が気になり出すっていったところです。で、レンズを使って悩みを解決した成功体験を知る。例えば私の場合であれば、2420のレンズを使ってました。でも、タツノオトシゴをめっちゃアップで撮りたいです。撮れないですね。寄れないですね。ちょっと離れますね。水槽のここに、水槽のガラス面に、後ろの非常口のボタンじゃないな。なんていうの、ランプみたいなものが反射して、あーってなると。じゃあどうしようと。もっと近くで寄りたい。マクロレンズがあるじゃないかと。2420では寄らないけど、マクロレンズだったら撮れるじゃないかというところで、マクロレンズに買って付け替えて撮ると。撮れたというこういう成功体験があると、レンズを変えることによって自分が今まで苦労してたこととか、撮れなかったものが撮れるっていうことを知るので、これが一つのきっかけになるかなと。で、レンズを買うことで得れる恩恵をしてしまう。もう今まさに私がお話ししたものですね。で、レンズは資産っていう魔法を唱え出します。私もね、このチャンネルの中で何回か言ってるんですけども、なんやろね、レンズは資産っていう、もう誰でしょうね、この格言作った人は。もうほんまに、レンズは資産っていう、もうこの言葉がもう頭に入ってたら、なんか知らんけど、ボディは消耗品やからちょっと買うの、まあ、次のモデルが出た時くらいかなって思うんですけども、レンズが資産という言葉があると、レンズどんどん買っちゃうんですよね。これはね、もうしゃあないです。ボーナス払い、リボ払いっていう誘惑。私は基本、怖いのでこれはしてないんですけども、やっぱりボーナスでのドンと購入であったりとか、リボ払いでの分割での購入っていったものができるっていったところで、やっぱりね、レンズメーカーさんというかカメラ屋さんも結構この辺は高い買い物を分割して買ってもらう必要があるかなと思うので、このリボ払いとか分割手数料めちゃくちゃ安くしてくれるとか、そういった対策を取られてるので、もうここの誘惑気をつけてください。ほんまに怖いんで。で、カメラの勉強には必要っていう自己肯定感。自分が写真をもっと向上していく、上手くなっていくためにはレンズが必要だっていうように、ちょっと自分のね、中でもう先行投資やみたいな自己肯定感を持ってしまって、それを常に持ってしまうと常に新しいレンズをどんどん買っちゃうので、その点は注意してください。自己肯定感を持つのはめっちゃ大事なんですけども、機材を購入するとき、財布の紐を緩めるときはちょっと注意してください。あとはカメラメーカーのマーケティングがうまいですよね。新しく出てくるレンズは開放 F 値が今までのやつよりさらに低いです。新しく出てくるレンズは今まで出ているレンズのラインナップにはない焦点距離を持っています。新しく出てくるレンズは皆さんが今まで苦労していた手ブレ対策であったりコーティング技術っていったものを改善して、私たちがメーカーの技術を全て織り込んだものとして登場します、じゃじゃんみたいなことで出されると、あ、めっちゃ欲しいってなっちゃうんですよね。これがちょっと注意してもらえたらなと。なのでレンズが追加で欲しくなるタイミングで勢いで買っちゃうんじゃなくて、ほんまに必要かなっていうのを、まあ、購入したら何がどう改善するんやろうかなっていうのを慎重に考えてもらったらいいかなと思います。で、レンズの購入っていうのは問題解決の一つの手段なんですね。なので私たちが問題を持ちます。例えばどういった問題か、こういった写真が撮りたい、こういった写真がなんで撮れないんだろうっていう問題であったりとか、こういった機材を揃えたいみたいな所有欲の、まあ、ちょっとした問題があって、それに対してこのレンズを使えば撮れるんじゃないかっていう一つの解決手段です。逆を言うと、このレンズを使えば撮れるんじゃないかという方法以外には、例えばこの撮影の仕方をする、アングルを変える、ポジションを変える、色表現を変える、コミュニケーションの手段を変える、撮る対象を変える、撮る環境を変えるとか、そういうアプローチの方法も一つです。で、そういった問題解決の一つの手段でしかレンズの購入っていうのはないので、必ずレンズの購入が問題を解決しているかっていうと 100% ではないんです。レンズを変えたとしても、もしかしたらカメラの撮り方とか設定っていったところに要因が一つでもあるんであれば、 100% 求める写真になるのは難しいと思います。似たり寄ったりの画角、まあ、ボケ感なんかは表現できると思うんですけども、ちょっとした違いが出てくると思うので、カメラ、レンズの購入、機材の購入は一つの解決方法ではあるんだけども、100% ではないので、そこは注意してもらえたらなと思います。レンズ沼の避け方ですね。さっきは入り方、入る基準というか、入るきっかけをお話しさせてもらったので、次はレンズ沼の避け方っていったものをお話ししようかなと。この沼ですね。レンズ沼。もう吸引力すごいです。もうダイソンぐらい強烈です。なので気をつけてください、本当に。で、3本から5本あれば、まだレンズ沼浅瀬やと思います。例えば、ちょっと、なんやろね、足首、くるぶしとか、ちょっと膝ぐらいまで。
入ったなっていう感じだと思います。で、撮りたい写真、ひとまず今あるレンズ、お持ちのレンズで撮れるかどうかっていうのを冷静に考えてもらうのがよろしいかなと思いますね。で、もし考える時間とか、このレンズで撮れるんじゃないのかなっていうのを試す時間がもったいないんであれば、よくあるね、時間をお金で買う手法っていうものを取ってもらえたらな。つまりもうレンズ買っちゃうです。買っちゃってそのレンズを使ってみてマッチすれば正解やし、マッチせんかったら他に問題があるよねっていうところで、この今ある環境レンズで撮れるかどうかを試すっていう時間をもうお金で買っちゃうっていうのもありやと思います。まあ大人の買い方ですよね。で、レンズ以外の解決策を試しましょうと。撮りたい写真ですね、カメラワークで解決できないですか？ライティングで解決できないですか？撮影表現、色とか雰囲気で実は撮れるもんじゃないんですかっていうのをちょっと伺ってもらう。なんでさっきのね話とちょっと真逆の話なんですけども、まず今ある環境で撮れるかどうかを試してもらう。それで撮れてしまえばレンズ沼避けれますよね。で、それでももういっそのことをレンズ沼、そんなもんわしの足は長いんやいうことで、足長いからレンズ沼なんぼハマっても大丈夫やっていう方は、もう自分でもうお金を出してその悩む時間、試す時間っていうのを買っちゃうっていうのも一つの方法かなと。で、購入予定のレンズで問題が解決するのか、まあ、慎重に調査してもらうのがよろしいかなと思います。で、納得してお買い上げいただくと。なので、このレンズを購入しようと考えてると。で、ほんまにこのレンズで自分が撮りたい写真とか改善したいポイントが解決するのかっていうのはちゃんと下調べしておきましょう。それをせずに衝動的に、あの人がこのレンズ使ってる、このレンズ買っちゃえみたいな形で買ったら、なんかちゃうんだよねってなって、実は買ったけども問題が解決しないというパターンになるので、ここは慎重に調査してください。で、避け方のもうスライドで買っちゃってくださいってすでに言っちゃってる、もう私がもうこれどうなんかなと思うんですけども、まあ、一応ねレンズ沼の避け方のここはセクションになります。ただもう買っちゃえって言ってるところもあるので、もうちょっとねもうね、避け方を説明したいけども避けれないっていうと、あの身の人間なので、レンズ沼ちょっとぐらい入ってもいいかもしれないですね。で、皆さんのねレンズ沼というかレンズの事情っていうものをですね、コメント欄でね教えてもらえると嬉しく思います。例えば単焦点使ってますとか、ズームレンズ使ってますとか、ズーム2本です、単焦点3本5本ですとか、ズームいっぱい使ってますとか、そういう皆さんのねレンズ構成がどのパターンなのですかっていう次のスライドに移るんですけども、このレンズ構成の中からまあどういったレンズの組み合わせを使われているのかっていうのをぜひねコメントにもらえると嬉しく思います。で、意外と私の動画ねいつも見てくださってる方って結構分かれるかなと思ってるのが、超望遠使われている方と、もう単焦点でこだわって撮られてる方と、もう広角使われてる方っていうのはいらっしゃるので、結構そんなレンズ本数は多くないのかなっていうのはいつもコメントいただいてるねやつを見てると思うので、今回ねちょっとコメント欄が楽しみになりますので、ぜひね書いてもらえると嬉しく思います。私はもともとズームレンズで結構仕事というか撮影をしていました。そこから撮影をするスタイルがカメラマンっていうものから写真家っていうものにちょっとシフトした時に単焦点レンズをいろいろ買い揃えました。なのでズームも昔使ってたものがよくたくさんありますし、かつ単焦点レンズもたくさん買い揃えちゃってるので、もうどちらもいいバランスであるっていったところがありますね。で、もしねレンズが大量にあってもう防湿庫が溢れているような方であれば教えてください。もううち防湿庫、今回の梅雨の時期もうパツンパツンでした。知らない間に去年は防湿庫に全部収まったのに、今年なんか梅雨の時期になったら4本ぐらいレンズ防湿庫収まらなかったんですよね、なんでやろうみたいなことね、ちょっととぼけて書いてもらえると嬉しく思います。私はですね撮影種で必要なレンズっていったものを揃えるようにしています。なので風景を撮るときはもう広角レンズを使うし、人物撮るときは標準のズームとか単焦点で、スナップ撮影するときはもう便利ズーム使うし、動物撮るときはマクロレンズであったり野鳥撮るときに超望遠を使うという形で、結構ね焦点距離とか特性というか特徴 F 値とかその画質みたいなところで言うとあんまり被りはないように購入しているようにしています。そうですね、あんまり被りはないかなというふうに思いますね。次はね焦点距離とかレンズ別の撮れる写真をちょっとイメージしてもらおうかなと思います。なので左上ですね、 20mmF1.8 の広角レンズでスローシャッターで撮ったものです。絞りは結構高い値にしています。で、こういった写真が 20mm で撮れて、逆にもう右下の
イソヒオドリの方を見てもらうと、これは200から500の超望遠のズームレンズで撮ったものになります。なのでやっぱり撮るものによってアプローチ方法っていうのは違うので、このアプローチ方法の一つがレンズだなっていう風に感じてもらえたらなと。で、右上なんかで言うと 35mm の単焦点、真ん中の段の左側は 50mm、 右側は 85mm で、左下は 60mm のマクロっていうところで、それぞれのレンズのそれぞれの、まあ、焦点距離に応じた圧縮効果であったり、表現方法っていうものはやっぱちょっと違ってくるので、パッと写真を見た時にまあほぼ一緒だよねって思われることもあれば、このレンズだからこの写真が撮れたよねっていうところもあるので、そういったところをどれぐらい追求するのかによってレンズを買う買わないを増やすか増やさないっていうのを考えてもらえたらなと思いますね。次はね、レンズ沼のサイクルについてお話ししていこうかなと。まずお気に入りの写真が撮れて撮影が楽しい毎日がありますよね。あ、写真めっちゃ楽しいわって。でちょっと経つと、ちょっと待てよ、他のレンズならもっといい写真撮れるんちゃうかなってちょっと考え出す。ふわふわふわってこの辺に浮かんでくるんですね。で、他のレンズ調べ出します。カメラ雑誌なんか見てたらね、もういいレンズいっぱいあるし、この写真家さんはこういうレンズ使ってるんや、こういう撮り方してるんやみたいなものを知ることによって、ちょっと今ねスマートフォンがめっちゃ便利なんで、もう通勤中に調べちゃうみたいな感じで知れて、撮れるかもっていうのをちょっと感覚的に強くなるんですよね。あの写真めっちゃ良かったな、あのレンズ使ってたな、あ、このレンズ使ってんねや、こんなぐらいの価格なんや、これもし私が使ったらあんな感じの写真撮れるかもっていう風になるんですよね。で、ネットでいろいろ調べて店頭で実物を見に行くんですよね。あ、意外とコンパクトやん、うわこの質感めっちゃいいやん、うわガラス玉めっちゃでかい、めっちゃ綺麗やなみたいな形でね。で、実物触れてなんかちょっとどんどん欲しくなるというか、このレンズを実際持っている自分が鮮明にイメージできてくるようになるんですよね。で、そうなってくると 2,3 ヶ月後とか、もうその場でもわからないですけども、何かと理由をつけて買うと思います。もう今このレンズ買いますか、ちょっとイメージずっとしとって、いや、やっぱなんかしら、うん、ちょっと今年今月頑張ったし、あ、今月ちょっとボーナス期待できるしみたいな形で買っちゃうみたいなものがありますね。で、最高の写真が撮れて大満足しますね、この下側の方ね。でもっていうところで、ここで答えが2つに分かれます。もうそのまま満足される方はもう十分いいもん撮れたという形でレンズを揃えたことで満足する、もしくは最高の写真が撮れて大満足しても上に戻りますね。他のレンズならもっといいもん撮れるんちゃうかっていう風にこのループに入ると、もうレンズ沼ズボ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 ってやつですね。で、このもう十分揃えたと満足するってなったとしても、私の場合はですね、もう十分やは揃えたと思っても撮影する対象が変わる。例えば風景から動物に変わるとか、動物から人物に変わるとか、人物から物撮りに変わるとか、そういうタイミングでもう十分揃えたわと思っても撮影する対象が変わったら、他のレンズやったら持って絵も撮れるんちゃうかに戻ったりもするので、この辺はねもう注意してください。もうね、しゃあないです、うん、レンズで問題が解決することが大きいと。次のスライドいきますね。レンズを買っても撮りたい写真が撮れないであったり、自分の不満とか解決したいことが解決できないんであれば、おそらくね、みんな高いお金だしレンズ買わないと思うんですよ。で、こういったことがあれば、なんだろう、所有欲とかコレクションは別として買ってもいいかなとは思うんですけども、自分の問題が解決せえへんのに高いお金出す必要ってないと思うんですね。で、レンズを追加で買って自分の撮りたい写真っていったものが撮れるようになるってのがイメージつく、分かってるから、次の写真ではこのレンズは必要だなっていう風に感じる、次の撮影行く日までにはこのレンズを買い揃えなくちゃいけないっていう感覚になる。例えばちょっと距離が離れたところでの撮影をするんであれば、あ、70-200が必要だなとか、 135mm があった方がいいなっていうのがイメージつく。なんでかっていうと、それの方がいい写真が撮れるっていうのがもうイメージついてるから。次の撮影ではちょっと、間隔が狭いところになるので 35mm とか、例えば 24-70 のズームレンズがある方がいいなっていうのがもうイメージつく。そのレンズを持っていることによっていい写真が撮れる、撮影の機会、撮影のカット数が増えるっていうのがもう分かりきってるから、だからこそレンズが欲しくなると。なので解決策はもう3つです、撮りたい写真っていったものがイメージついてやるんであれば、今あるレンズで頑張って撮り切る、新しいレンズを買った時の予想されるカット数と同じぐらいもうシャッター切りまくる、でも似たような画角になっちゃうのは仕方がないかもしれない。
っていうところで、レンズ以外の撮り方で解決する方法をちょっと考える。もしくは、そのホワイトバランスとか、まあ、そうですね、コントラストとかシャープネスとか、コミュニケーションの撮り方とかで、レンズ以外の撮り方で解決を考える。二つ目のポイントですね。で、悩んでる時間がもうもったいないんで、買っちゃうっていう方法ですね。もう撮りたい写真がはっきりしてて、そんなに高くもないんであれば、レンズ買う買わない、どうやろうって考えているんであれば、もう買っちゃう。でも、ちょっと荒療治ですけど、買っちゃって満足したら売っちゃう、みたいなぐらいのもありかなとは思います。解決方法としては。まあ、ここでね、サードパーティー製なのか純正なのかで、買い取り下取り金額って結構変わってくるので注意してください。で、この買っちゃって売っちゃうみたいにちょっと似てるんですけど、最近ね、レンズのレンタルって結構サービスとして増えてきてるんですよね。なので、レンタルでその日だけスポットで解決するっていうのも一つの方法かなって思います。何回も使うんであれば、正直分割、自分分割ね、冒頭でお話した自分分割で考えたら、買った方がいいかなとは思います。ただ、本当にその日だけ、運動会の撮影頼まれたとか、音楽会の撮影頼まれたとか、その日だけちょっと、ひじごさんの撮影入ったとか言うんであれば、自分の持ってるレンズでカバーできないところは、もうその日だけレンタルで解消するっていうのはありやと思います。ただ、まあ、そのレンタルで借りたレンズをすぐそのタイミングで使いこなせる必要があるので、ちょっと前に借りて、まあ、練習する必要はあるかなと思いますので、自分が日頃使ってない焦点距離とか、レンズの特徴があるんであれば、そういったところをね、注意してもらう必要があるかなと。なので、ご自身に適した解決方法を見つけてもらうのがよろしいかなと。で、個人的にはもうやっぱり利用頻度から購入するのが一番よろしいかなと。その分、もう購入しちゃったから、買っちゃったから、この買い物を成功にするために、何回も使ってレンズを使い倒すぐらいの勢いでもう撮ってしまえばいいんじゃないのかなと。もうその分、もうボディ側のシャッター機構がボコボコになってももういいというぐらいで、レンズの方を資産というものとして呼ぶんであれば、ちゃんと使い倒しましょうっていうのがありますね。で、ここで金銭感覚についてもちょっとお話ししようかなと思います。レンズ沼ね、ハマるとね、もう金銭感覚ね、もうバグります。2万円ぐらい勢いで買っちゃうと思います。金額が気に入らなくなるんですよね。私もこの動画の中で、例えば 50mmF1.8 中古でね、安いですよ、1万円2万円とか、新品でも3万ちょいでありますよって言うんですけど、ようよう考えてくださいね。3万円とか言うたら、最近やったら何やろね、空気清浄機欲しいなって思ったら買えるし、新しい炊飯器欲しいなって思ったら買えるし、洗濯機はちょっと無理か。でも3万円あったらそこそこいいもん買えますよね。レンズ買うお金で。っていうところで、このレンズ買ってるとレンズ沼に入ると金銭感覚バグります。なので勢いで買っちゃう。金額が気にならない。2万円をですよ。で、ランチ代をちょっとケチったらとか、こういったものを買う予定やったけど、これをちょっとケチったら2万円のレンズ買えちゃうな、みたいな思考回路になるんですよね。もうそうなってくると、レンズ沼、ちょっと注意してください。浅瀬入ってると思います。で、5万円ぐらいのレンズやったら、まあ、コスパいいかな、ぐらいの感覚。あとは、他の高いレンズ、純正のもっと A レンズと比較してしまって、あれ、サードパーティー製やったら手届くぞ、安いな、みたいな形で、ここで5万円ぐらいでサードパーティー製っていう響きにちょっと注意をしてほしいです。で、純正なら高いけど、中古、オールドレンズ、サードパーティー製であれば、手届くかな、みたいな形になっちゃうので、5万円はちょっと注意してもらって、10万円ですね。まあ、レンズってそんなもんよね、っていう、10万ぐらいはまあ、するよね、っていう。ある程度のグレード、10万円のレンズやったら担保してくれてるよねっていう感じになってきます。で、なんだろう、逆にこれぐらいのレンズはこれぐらいのお金いるよねっていう肯定感が出てきて、遠慮なく買っちゃうラインも10万円やと思います。レンズ技術なんかに気を使い出して、まあ、コーティングがすごいとか、手ブレ補正がすごいとか、このレンズは色修正に強いとか、そういったところも含めて、このグレードであれば10万円ぐらいは、まあ、しゃあないというところで買っちゃう。で、次はね、20万ぐらい。まあ、大三元とか、ちょっとよろしめの単焦点レンズですね。よし、買うぞっていう感覚が出てきますね。で、ここでよう考えてほしいのは、フルサイズのカメラボディと、まあ、同額にレンズを出すと。これも一つのハードルやと思うんですよ。多分カメラを続けていく上で、なんだろう、感覚的にカメラボディの方が高いっていう感覚が初めはあるんですね。で、そこ、まあ、レンズキットがおまけみたいな感じであるので、で、そこから、ちょっとずつレンズを解体していくと、ちょっと待ってや、レンズの方がもしかして高いんじゃないという感覚が出てきて、20万ぐらいのレンズを買うときに、いや、このカメラ買った時も22、3万してさ、ボディ22万で、
レンズが25万、みたいな感じになってくるんですけども、ここのハードルを1本超えちゃうと、もうね、大変です。歯止め効かなくなると思います。で、最後の1本やからっていう感覚で買っちゃう感覚があるかな。例えば、第3弦7200を最後の1本やから、これあれば何でも撮れるようになるからっていう形で買っちゃう。確かに何でも撮れるんですけども、超広角は撮れないし、マクロは撮れないし、超望遠は撮れないので、そういったところで最後の1本やからと思って買うんやけども、結局その後にちょろちょろって買い足すっていうのはあると思います。もうそれ以上、20万より上のレンズ。大富豪か、もうその投資額を回収できるような、まあ、クライアントさんを持ってるんであれば、自信が必要かなっていうふうに思いますね。なので、頑張ってボーナスとか貯金で買ってしまうところもあるので、この20万より上のものを買うときは、だいぶ注意してもらえたらなと思います。今、結構私、言葉選んで喋ってますね。このそれ以上のところは。なので、注意してもらってね、選んでもらえたらなと思いますね。逆にこの感覚と違って、いやめっちゃ高いやんレンズって思ってる方は OK です。ただのガラスの塊やん、あんなもんって日常生活で使える、写真撮るときしか使えへんやんっていう方はレンズ沼を抜け出せるチャンスです。言い訳感ありますが、レンズはね資産ですよっていうところで、そのレンズで撮れた写真はあなたの作品集になります。あなたの人生の中で自分が撮ったって言い張れるものになります。スポットでスタジオさんのカメラマンとしてポッと入ってそれを撮ったら自分の作品っていうのは NG やと思います。いくらその被写体さんとかモデルさんのファミリーがよろしいって言ったとしても、やっぱり間に入ってくれてる企業さんがいるので、ちょっと作品、自分の作品って言い切るのは難しいところがあるので、そこは注意してください。やっぱり自分が個人で活動して撮ってる分であれば作品集になります。なので撮影を楽しんでいる証、証拠になりますね。で、その作例をもとに何かしらの手法、私はこういう写真が撮れるんです、こういう写真を撮ったことがありますって言った形で、何かしら営業に使えたりとか、その撮る手法を何かでマネタイズできるんであれば、いつかはレンズ代を回収できるっていったことが可能になるので、先行投資として使ってもらえたらなと。で、レンズ沼っていうのは悪くないんですよ。悪くないんですけども、ハマり方ですね、これを間違えると悲惨です。ハマるスピードであったりとか、ハマる沼の深さですよね、そういったところを間違えると悲惨ですよと。で、本当に必要なレンズなのか、自分が撮っている技術で補填できる範囲じゃないのかなっていうのを慎重に考えてもらって、後悔のない買い物っていうものをしてもらう必要があるかなと思います。レンズはですね、問題解決の一つの手法でしかなくて、解決ができればそのレンズを購入したことは投資になります。解決、自分が今悩んでることがお金で解決できた、レンズを買うっていうことによって解決できて、自分の時間が新たに生まれた、悩む時間が解消されたっていうところで、私は投資やと思います。で、それができないんであれば、ただの消費になってしまうっていうところがありますので、こういったところを注意してもらって、レンズの、購入方法、レンズ沼への入り方と避け方っていうところ、お金があればもう問題なくね、大富豪さんであれば気にしなくていいところなんですけども、正直やっぱそういうのって難しいと思いますし、大富豪さんでも無駄な出費っていうのはしたくないと思いますので、レンズ沼、レンズを購入する時の注意点としてね、この動画を役に立ててもらえたら嬉しく思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。